はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ピクセル画廊です。さて、今回作りますドット絵は呪術廻戦の主人公虎杖悠仁のドット絵となります。今回使いますブロックは黒色の羊毛、樹皮を剥いだ白樺の木、桃色の羊毛、青色のコンクリート、黄色の羊毛、赤色の羊毛、茶色のコンクリート、これらのブロックを使って今回のドット絵を作っていきたいと思います。それでは今からスタートしたいと思います。まず黒い色の羊毛をこの位置から1、2、3、間を2つ開けて黒い色の羊毛を1、2、3、4、5、一段上がって黒い色の羊毛を1個、茶色のコンクリートを1、2、3、黒い色の羊毛を1個で、2つ開けて茶色のコンクリートを1個、この位置に黒い色の羊毛を1個、移動していってこの位置から黒い色の羊毛を1、2、3、一段上がって黒い色の羊毛を2つ、移動していってこの位置から黒い色の羊毛を2つ、茶色のコンクリートを1個、黒い色の羊毛を2つ、1つ開けて黒い色の羊毛を1、2、3、一段上がって青色のコンクリートを1、2、3で、両側に黒い色の羊毛を1個、でこのうち青色のコンクリートを1個、黒い色の羊毛を1個、茶色のコンクリートを2つ、黒い色の羊毛を1、2、3、一段上がって黒い色の羊毛を1個、茶色のコンクリートを1、2、3、黒色の羊毛を1個、青色のコンクリートを1個、黒色の羊毛を1、2、3、4、5、6、7、一段上がって黒色の羊毛を1、2、3で、移動してきてこの位置から青色のコンクリートを1、2、3、4、5、6、黒色の羊毛を1、2、3、4、5、一段上がって樹皮を剥いだ白樺の木を1個、黒色の羊毛を両側に1個ずつ、で青色のコンクリートを1個、黒色の羊毛を1個、青色のコンクリートを1、2、3、4、5、6、7、黒色の羊毛を1個、樹皮を剥いだ白樺の木を2つ、黒色の羊毛を1個、一段上がって黒色の羊毛を1個、樹皮を剥いだ白樺の木を2つ、黒色の羊毛を1個、青色のコンクリートを1、2、3、4、5、6、黒色の羊毛を1個、青色のコンクリートを1個、黒色の羊毛を2つ、樹皮を剥いだ白樺の木を1個、黒色の羊毛を1個、一段上がって右へ1個ず、左へ1個ずらして黒色の羊毛を1個、青色のコンクリートを1個、黒色の羊毛を1個、青色のコンクリートを1個、黒色の羊毛1個、青色のコンクリートを1、2、3、4、5、6、黒色の羊毛1個、青色のコンクリートを1個、黒色の羊毛を2つ、一段上がって右へ1個ずらして黒色の羊毛1個、青色のコンクリートを1、2、3、4、5、6、黄色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、青色のコンクリートを2つ、黒色の羊毛1個、一段上がって左へ1個ずらして黒色の羊毛1個、青色のコンクリートを1個、黒色の羊毛を1、
しようね。ね。青色のコンクリートを1個、黒色の羊毛を1個、一段上がって右へ行くずらして黒色の羊毛を1個、赤色の羊毛を2つ、黒色の羊毛を1個、黄色の羊毛を1個、赤色の羊毛を1、2、3、黒色の羊毛を1個、一段上がって黒色の羊毛を1、2、3、4、5、6、7、8、9、一段上がって右へ1個ずらして黒色の羊毛を1個、慈悲を吐いた白川の木を1、2、3、4、5、黒色の羊毛を1個、一段上がって、左へ一個ずらして慈悲を吐いた白川の木を2つ、黒色の羊毛を1個、移動していってこの位置から黒色の羊毛を1、2、3、慈悲を吐いた白川の木を2つ、黒色の羊毛を1個、一段上がって慈悲を吐いた白川の木を1個置いて黒色の羊毛を1個、移動してきて慈悲を吐いた白川の木をこの内から1、2、3、4、5、6、7、8、9、一段上がって、左へ1個ずらして慈悲を吐いた白川の木を2つ、黒色の羊毛を1個、移動してきてこの位置から桃色の羊毛を2つ、慈悲を吐いた白川の木を1、2、3、桃色の羊毛を2つ、慈悲を吐いた白川の木を2つ、黒色の羊毛を1個、一段上がって慈悲を吐いた白川の木を1個、黒色の羊毛を1個、移動してきてこの位置から慈悲を吐いた白川の木を1、2、3、黒色の羊毛を1個、慈悲を吐いた白川の木を1、2、3、黒色の羊毛を1個、慈悲を吐いた白川の木を1、2、3、4、黒色の羊毛を1個、一段上がって黒色の羊毛を1個、慈悲を吐いた白川の木を1個、黒色の羊毛を1個、慈悲を吐いた白川の木を2つ、黒色の羊毛を1個、慈悲を吐いた白川の木を1、2、3、黒色の羊毛を1個、慈悲を吐いた白川の木を2つ、黒色の羊毛を1個、慈悲を吐いた白川の木を1個、黒色の羊毛を1個、一段上がって黒色の羊毛を1、2、3、慈悲を吐いた白川の木を1、2、3、4、5、6、7、8、9、黒色の羊毛を1、2、3、一段上がって左へ一個ずらして黒色の羊毛を1、2、3、一つ開けて黒色の羊毛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 を1、2、3、空いてるところは慈悲を吐いた白川の木で埋めます。で、一段上がって、この位置から桃色の羊毛を右方向に2つ、黒色の羊毛を1、2、3、で、移動してきてこの位置に黒色の羊毛を1つ当てて黒色の羊毛、一つ当てて黒色の羊毛、一つ当てて黒色の羊毛、二つ当てて黒色の羊毛を1、2、3、空いてるところは桃色の羊毛で埋めておきます。で、一段上がってこの位置に黒色の羊毛を1個、桃色の羊毛を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、黒色の羊毛を1個、一段上がって黒色の羊毛を右方向に2つ、2つ開けて黒色の羊毛、1つ開けて黒色の羊毛、1つ開けて黒色の羊毛、2つ開けて黒色の羊毛、1つ開けて黒色の羊毛、2つ、
空いてるところは桃色の羊毛で入れます。1に上がってこの位置に桃色の羊毛を置い、黒色の羊毛を置い、でこの位置から桃色の羊毛を2つ、黒色の羊毛を置い、2つ開けて黒色の羊毛を1つ開けて黒色の羊毛を1つ開けて黒色の羊毛を1個、桃色の羊毛を2つ、黒色の羊毛を1個、空いてるところは桃色の羊毛で入れておきます。で1段上がってこの位置に黒色の羊毛を1個、2つか、桃色の羊毛を1、2、3、4、1つ開けて、桃色の羊毛を1、2、3、4、5、6、7、8、黒色の羊毛を2つ、1つ上がって黒色の羊毛を1個、1つ当てて黒色の羊毛を1、2、3、で桃色の羊毛を1、2、3、4、5、あ、1つ埋めとくの忘れました。このうちに黒色の羊毛を1個、で桃色の羊毛を2つ、黒色の羊毛を1、2、3、1つ当てて黒色の羊毛を1個、1段上がってこの位置に移動して黒色の羊毛を1個、1つ開けて黒色の羊毛を2つ、桃色の羊毛を2つ、1つ開けて桃色の羊毛を2つ、黒色の羊毛を2つ、1つ開けて、黒色の羊毛を1個、空いてるところは黒色の羊毛で埋めとく。で1段上がってこの位置に黒色の羊毛を1個、1つ開けて黒色の羊毛を2つ、1つ開けて黒色の羊毛を2つ、1つ開けて黒色の羊毛を1個、1段上がってこの位置に黒色の羊毛を1個、間3つ開けて黒色の羊毛を1個置いておきます。では全体を見てみます。はい、このような感じになりました。まあ、今回もマザー2の、まあ、タッチを、まあ、意識して、まあ、作ってみたわけなんですけども、もしね今回の動画、よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。最後まで動画をご覧いただきどうもありがとうございました。ついでといってはなんですけれども、ドット絵素材を無料で配信しております、ピクセル画廊の本館サイトの方もございますので、もしよろしければそちらの方もぜひご覧いただければなというふうに思います。それでは今回この辺で終了とさせていただきます。次回の動画をお楽しみに。それでは今回はこの辺で失礼します。